戦火天皇は日本の第二十八代天皇。日本書紀では忌味なお、日の熊高田美子という。和風志号は古事記では賢章、広国、押し立て命といい。日本書紀では武将、広国押し立て天皇という。漢風志号、戦火天皇は代々の天皇と共に、大海の見船により名付けられたとされる。慶大天皇の第二子。母は終わり目こびめ。 安官天皇の道母帝、近明天皇のイボニー、とは、日の熊路入りの宮。先の安官天皇が崩御した時、その子供がなかったために、道母帝の千火天皇が、万六十九歳にして即位した。筑死の宮家の整備を行い、大友金村に命じて、白木に攻められている海灘に援軍を送った。即位元年に、祖我稲目が大臣となり、 この蘇我馬子以降続く蘇我氏の前世の礎が気づかれることとなる。また、安官、千華町は、父継大天皇氏後すぐに即位した弟の金明天皇と並立していたとの説もあるが、いずれにせよ、千華天皇の血統も、石姫王女を通して現在まで受け継がれることとなる。恒例での即位と、在位が3年余りと短いため、あまり主だった自責はない。 人柄は清らかで、君子らしい顔立ちをしていたと言われている。戦火天皇、立花の中王女、武サ桃花町坂上寮寮は、宮内庁により、奈良県柏原市鳥屋町にある、武サ桃花町坂上寮に事情されている。皇后立花中王女との合奏寮で、宮内庁上の形式は、前方公園。遺跡名は、鳥屋未散在古墳で、 分休百138メートルの前方公園墳である。古事記には記載なし。日本書記、演技式には無佐の月坂上領とある。また皇居では、皇霊殿において他の歴代天皇、皇族と共に天皇の霊が祀られている。在年と西暦との対象表立ち氏は、飛鳥時代から平安時代初期にかけて有力豪族。 上級貴族として繁栄した。また、その末裔に武蔵七等の担当がいる。アスカ時代の歌人ヌカタオは一説に、戦火天皇の四世今後でこの場合親戚降下して、竹梨となった者たちの妹にあたるという。ありがとうございます。